パイダーガードで相手の肩の裏側にフックして引っ付けて、よっしゃ、襟もしか引き付けて、自分の膝が相手の肩の上までかかったら、ここでうまくつけるようにします。で、ここで足組んで持ち替えて離して、このフラッグ出して、この位置だと襟っぽいスイッチして、でここで結構相手に足首をこうやって外されたりすると離れられて、ここで腰を押さえて足を落とされてパスがされちゃうんで、ラック刺さったらしっかりこの手引きつけて、相手にこの足抱えられない手首を下からこう押すようにして、今相手は掴めないし抱えれないです。ここまで行ったら巻きつけ、足組んで持ち替えて、お疲れ様です。うまいサイド、I'm punching his beast with my knuckle like this. Don't make hug my ankle like this. Or don't make grab like this.リードフックして引きつけ、腰とか持たれないようにして、これか He wants like this or he wants to grab pants 腰とか掴んで、 Now he can pinch elbow He can step back then go to side。腰とこの抱えられてると結構足落とされるんで、それされないように持たせないようにします。しっかり入り切って、ここで三角作ったらすぐにこの手相手の襟取りに行きます。これ作ったらすぐに起き上がって、腹筋使って起き上がってこの襟持ちます。両手で持ちます。相手がすごい高い位置にいるときにここで離したりすると結構ここで抜かれて逃げられちゃう。まずは First I keep this position like this. Grab Kara with my both hands 両手で、相手の I could make his posture down like this. Now I can come up. で、When I try to come up I take off this. これ離してこれで使って起きていきます。しっかり相手足伸ばしながら、これはずっと引きつけてます。でもこの足は伸ばします。ここで一旦すぐに両手で持って引きつけ、相手はもう抜きたいんで、この絶対抜かせないように、とりあえずまず両手でキープします。キープしてで足も使ってこういうふうに相手の肩を下げれて起きる状態になったら、このこれ離して、ここで焦ってすぐ離さないように、しっかり相手の状態を下げてから起きていく。バリエーションで、それで相手がなかなか状態が倒れないっていう時は、この足が結構前にあって、こういうふうに高い時に、この足がすぐ後ろの方にあると、これはもう簡単に起きれるんだ。こっちにバランスない。Sometimes I cannot come up, but normally this time, that time, this leg, step forward, like this. He tried to keep balance with this leg. この足でキープしようとしてるんで、ここでこの足にフックします。足を落として、腰を上げてます。これでブリッジ。この肩の上でこうグリップするので。ブリッジして、まあ、両手は持ったものです。ブリッジして足を下げてフック、膝裏に入れます。で、まあ、相手がここでステップバックしてきてくれたら、これ外して、そしたらまた起きることもできるし、まあ、これでフック入れることでまたこれを使って決めに行けれるんで、フック入れたら今みたいに相手は足を押して外してくるので、外される前に横向いて、ここで相手のパンツを
お先掴むようにします、うん、この手はキープしてで、このまま足を伸ばしていって肩を引きます。こう切れそうにないときです。これぐらい高いと起きようと思って横向けないんだ。起きれない。両手持ったままお尻上げて膝をフックして、相手にステップバックされる前にパンツ取ります。足を伸ばしてフックして、もうこの段階で相手がもう両足すごい近くて状態上げてきたら、重くなって難しい。私は今上半身難しいんで、でも相手の足がすごい下に足をコントロールして、この時にこのカーブスライサー使っていく。膝を内側に入れて、ラッチ作って、足を回して、ヒップを逆サイドに移動して、ひねる、ここまで行って、この足が軽くなったら、両手で相手の足を押して、膝をマットにつけて、腰を掴んで、バック。上がる。何度かやってるみんなマスターしてると思います。一つ一つの動きの理由も説明しつつ、これで相手の状態に出上がってきたら、まずこの足をハグします。抱えて、でも一気に両手じゃないです、こうじゃないです。ワン、ツー、ハグします。で、と同時に、センタイム。私のハグ、センタイム、リスムを持って、リスタイム。これで、相手のこの腰をコントロールできてないと、ここで一気にこうやって座られたりすると、こうなると、今フックできない。だから、この足は、しっかり腰、蹴るようにして、距離を取るようにしてます。これで相手が、僕の方が来れないです。これ蹴れてるんで。で次にこの足を膝裏にフックします。でこれフックできたら、ここで相手が前に右足前にステップしてきたら、ここで僕レッグドラッグされてるみたいなポジションになっちゃう。だから僕はこの足止めないといけないんです。 I have to stop this so look make hook same time this hook going to other side 高い位置です。 very high ノンスキー。ナビがステップをベリー、ベリー高い。で、そのツイスト、プッシュ。ここからだとまだバック取れない。しっかりプッシュして、で引きずり、ホンダの。で両手で腰掴んで、引きつけて、バック取ります。実際結構もうこれを結構いろいろある作業を。全部一発でやらないといけない。まあ、ちょっと難しいです。最初はゆっくりで、少しずつ早くできる。